選抜は準決勝です。まもなく第一試合が始まります。東京日大三高と広島広陵、ともに選抜の優勝経験を持つ両チームの対戦です。長野哲也さんの解説です。大阪ガス野球部ピッチャーとして監督として活躍されました。実況は小野塚康之です。毎日行われております始球式、今日は大阪市立江波小学校4年の成瀬博樹くんです。先に攻める広陵のキャプテンの福田選手が始球式のバッターボックスに入っています。日大三高が守ります。雨は今上がっています。両チームのオーダーです。先発ピッチャーは広陵は8番のところ右の有原、日大三高は5番のところで山崎サウスポー、これまで投げてきたエースがマウンドに上がります。古川、日野、若林、立花、4人の審判でゲームが進みます。3試合すべて完投です。失点は5、2点以内に抑えています。打たれたヒットも5、6本程度、三振は1イニング1つぐらいの率で奪っています。四死球も非常に少ない山崎投手、日大三高のエースマウンドです。ピッチャーを中心に守り、それから打線も好調な両チーム、勝負強さを持っています。痛烈な当たり、先頭の福田が出塁しました。広陵ノーアウトランナー一塁です。まず出ました、先頭の福田です。真ん中に入りますが逃しません。長野さん、両チームともに打線活発で攻撃早いですね。そうですね、特に広陵打線はですね、早めのストライクをどんどん打ってくるのが今大会の特徴ですね。2番のトヨタ、準決勝ということで攻撃のバリエーションがありますが、中井監督です、優勝の経験もあります。ファウル、昨日のゲームは5点目はスクイズで取りました。黒く深い色に変わっている甲子園、雨が落ちています。空振り、落としてランナーそのまま、バントがここまで決まっていません。トゥーナッシング、打たせますか、どうしますか。そうですね、ここはしっかり送りたいところですよ。スリーストライク目もバントですね。そうですね、サードが浅く来ます、横をスローイングのいいサード、牽制を一つ挟む、一塁は日大三高、今日は佐野が起用されています。打ってくるライト線を、面白いところ、福田は三塁へ、ノーアウトランナー一塁三塁、最高の形ができました。ピッチャーの山崎君とすると、バントしてくるだろうという思いでね、少し甘く入りましたね、はい、ただ逃さず逆方向にうまく打ちますね。しかもあのバントができなくて精神的にはね、追い詰められた部分もあったと思うんですけどね。そうですね、いいヒットを放ちましたトヨタ、ランナー一塁三塁。さあ3番の左バッターが3人並んでいた昨日までの戦いとは違いまして、3番にライトで今日はサンダーを起用、右バッター前へ出てきています。日大三高ファースト佐野、セカンド荻原、サード横尾、ショート吉澤、畔上、平井は高山の外野陣、キャッチャー背番号12番の鈴木がリードをしています。先制のチャンス、非常に攻撃早いですね。そうですね、どんどん積極的に、甘いストライクはどんどん振ってきてますよね。この後4番丸子、5番三越場、6番倉増、左打ち、
三打のところでまずバッティングはいいですから打たせますか、どうしますか。そうですね、ここは打たせると思いますね。まだあの自分の立ち上がりの状況っていうのは山崎投手つかめないでしょうね。そうですね、まだつかむ前にピンチになっているという形でしょうね。こういう時はピッチャーは何を信じればいいですか。そうですね、もうあの自分の一番得意とするボールをね信じて投げ込みたいですよね。インコースのスライダー、チェンジアップもありますし、フォークのように落ちるボールもあります。小倉監督、長い監督経験、甲子園での経験も十分です。ノーアウト一塁三塁、慎重になってますけれども、はい、ここはランナーを貯めたくないですね。コントロールのいい山崎ですが、立ち上がりはどのピッチャーも不安があります。リードする鈴木、インコースへ、あーっと当たったか、デッドボール、ノーアウトランナー満塁です。さあ満塁のチャンスが大きく広がりまして、広陵は4番の丸子を送ります。この後ね、フォアボール、デッドボールの後の初球のボールを気をつけたいですね。キャプテンの大塚がマウンドへ。この丸子というのは非常に当たっていますし、そうですね、いいバッターですよね、はい、逆方向にもしっかりと打てますしね、昨日 あの初回に3点を挙げた時も、はい、初球からね、打って出てますよね、まあ、そのあたりの注意も当然この大塚に託しているんでしょうし、しかしもうこれはあのフォアボールも出せませんし、はい、当然ストライクを取っていかなきゃいけませんよね。そうですね、ただあのバッターの方はどんどん振ろうとしてますからね、ストライクゾーンからボールになる球を振ってストライクを振っていただもらってストライクを取るということもね試みていきたいですよね。5割近い6本のヒット、ダブルプレーのシフトといいますか、ショートも普通に戻ります。打球も飛びます。丸子、広陵高校練習場にはマルコ用のネットがあるというくらい。あっとダブルプレー取れるか、ワンアウト、ツーアウト、ツーアウトランナー二塁三塁、間を取った日大三高、アウトを2つうまく取りました、はい、落ち着いたプレーですね。うまくどうですか、積極的に打ってきたマルコですが。そうですね、少しタイミングが合わなかった形で、ええ、どちらかというと打ち損じをさせられたという形ですよね。気負いもありましたかね。そうですね、さあいいバッターが続きます。三越馬です。ツーアウトランナー二塁三塁、チャンス続く広島広陵。こういうところ、チャンスがしぼみかけているところをつかめるか、あるいはピンチをしのげそうなところでこのままいけるのか、重要な立ち上がりです。この辺は両者の集中力でしょうね。そうですね、広陵高校は昨日もね少し初回取ってからチャンスで点を取れてませんからね。あーちゃー、バッテリーに乱れ、ホームイン、先制点広陵。連投のエース有原がこれからマウンドに上がろうという準決勝、低めに行ったんです。そうですね、意識は低めでした。それだけ広陵のバッターを注意している山崎投手、ワイルドピッチになってしまいました。ツーアウトでランナー三塁、1点取ってホッという表情がチームに出てきます。広陵あの先頭の福田がいい当たりを話しました。トヨタがつないだというところですが、はい、その後はファウルも含めてそんなにいい当たりは決してないんですよね。そうですね、逆にピンチになってから山崎君あの力投してますよね。非常にいいボールがいってると思います。雨が落ちています。少し粒が大きくなってきました。フォアボール、ツーアウトランナー一塁三塁、1回の表の攻撃が続きます。
信頼している山崎を連投というのは初めての経験ですが、マウンドに送りました。初回から熊坂投手、まだ甲子園では投げていません。今日はケースによっては両チームエースの疲れもありますし、はい、継投も考えられますよね。はい、十分考えられますね。クラマス、いいところ。ただ両チームとも、もうエースが早い回にマウンドを譲るというのはね、はい、避けたいと思っていると思いますけどね。あとまた三塁ランナー帰ってくる。2点目、一塁ランナーも二塁へ。広陵1回の表の攻撃、日大三高にこれまでなかった乱れです。準決勝です。山崎にこのイニング非常に珍しいケースです。2つのワイルドピッチが残念ながら記録されてしまいました。低めの意識なんですね。それだけにこの広陵の打線やはりプレッシャー与えるんですね。はい、だからといってこれ高く投げるってわけにいかないですもんね。そうですね、もうここはもうキャッチャーを信用して2つ続きましたけどね、はい、低く低くボールを投げていきたいですよ。今のようなボールが続けば、ね、少し、力んでますから ね、特に変化球が高く抜けるケースがありますから落ち着いて投げたいですね。打ち取ります。出てきた、しっかり取ってトヨタ佐野へ、スリーアウト。先制点は広島の広陵です。 1,2 番の連打見事でした。その後は相手が警戒するところ、バッテリーのワイルドピッチ2連続などもありまして2点を挙げました広陵。準決勝の第1試合は大阪の八尾高校から大阪教育大学大阪ガスで現役時代はピッチャーとして活躍されました。監督としては社会人都市対抗野球などにも出場されています。長野哲也さんとともにお伝えしてまいります。準決勝の初回の2点です ね、 そうですね。先制点はもちろん意味がありますが、ここ2点しかもミスで入ってしまった、はい、これはいかがでしょうか。そうですね、ミスで取られたということで日大三高の方は、はい、やはりまだ、守りのペースがつかめないような、入り方になると思いますよね、はい、逆に広陵の方は、チャンスでダブルプレーになったんですけども、ミスでしかも1点ではなく2点取れたというところで、はい、逆に自分たちのペースで野球がやっていけるんじゃないでしょうかね、あーなるほどね。有原新谷のバッテリーで4番を打つ丸子、キャプテンの福田、サードは徳田、ヒットを打ちました。トヨタがショート、クリーンアップを打つクラマスがレフト、センター三越は足の速いプレイヤーです。ライト今日3番に入っている右打ちのサンダです。こちらも素晴らしい大型のピッチャーです。有原康平投手、3試合26回3分の1完投できるようなゲームでもありましたが、得点差があってマウンドを譲ったという3分の1イニングでしたが、失点は大体3試合で2点以内というピッチングです。被安打は13本と少ないんです。三振はイニングを上回る30、四死球も少なく12という数字です。三振を数多く取ってるんですが、この取る内容を形をどういうふうにご覧になってますか。そうですね、両サイドのストレートをうまく見せて、最後はアウトコースの変化球をしっかり厳しいコースに投げて、三振を取っているイメージがありますね、はい、トップは高山です。スイング、チームに勢いがつくもつかないもこの高山次第というふうに小倉監督は信頼をしています。まだこの甲子園では去年の秋の数字のような成績は残せていませんが、ヒットの時などはやはり素晴らしい部分が垣間見えます。3球スライダー、三振でワンアウト。いい高さにボールを投げてますよね。しかもストライクを取るボールと、追い込んでから、ワンバン気味に、空振りを取りに行くボールと、はい、これは意識してずっとこの大会投げてますよね。タイミングをずらすことを考えるんですというモットーが有原投手にはあります。
2番の荻原いっぱい。今スライダー中心ですか。そうですね、スライダー中心ですね。とチェンジアップがあるんですよね、はい、捉えた、いい当たり、落として、あっと投げられない。トヨタ日大三高もランナーが出ました。ワンアウトランナー一塁です。2点を先制しているのは広島の広陵。1回の裏、日大三高の攻撃です。ショートがちょっとタイミングが合いませんで、エラーが記録されています。緊張感の立ち上がり、準決勝ランナー一塁で3番の平岩。大型投手ですがフィールディングもいいですし、はい、それから駆け引きもうまくしますね。そうですね、特に駆け引きが非常にうまいですよね。低めいっぱい、そしてこの春コントロールが良くなったんだというふうに胸を張ります有原投手。186センチの長身から上から投げ下ろすわけではありませんが、どうですかバッターから見るといわゆる角度というのはあるんですか。そうですね、長身で、少しスリークォーター気味なんですけども、あの上体が立ったような状態でね、あまり、全体に沈み込まずに投げますから非常に、はい、高低の角度はあると思いますね。打力は素晴らしいものがあります日大三高。スイングはしてません。日大三高小倉監督は球種これを打てというような指示はしないそうです。ベルト付近の高さのボールを打っていきなさい、はい、三振、アウトは連続の2つの三振で取っています。ツーアウトです。今も素晴らしいコントロールですよね。コースいっぱいですね。スライダーの後ですから非常に速く見えるでしょうね。4番の横尾5割を超えています。広陵も警戒するバッター。日大三高が誇る4番バッター、あランナー2塁へ。雨が少し強く降る中有原が叩きつけてしまいました。2アウトランナー2塁です。両チームともにワイルドピッチ、まあ、それだけ相手の打線を意識しているという部分もありましょう。そうですね、両方とも打線を気にしている部分と、それから、その分力が入ってしまう、それから連投をしてて少しずつ微妙にコントロールが変わるというのもあると思いますね。雨が強くなってきました甲子園、予報は決してよくありません。いい当たり、まんまん中、日大三高らしく長打で返します。4番横尾のタイムリーツーベース、2対1。宇宙間へ見事な打球でした、はい、インサイドのストレートが少し甘く入ったんですけどもね、うまく逆方向に打ちましたよね。飛びますね、はい、飛びますね。ほぼ風はあります。足を上げてこれだけ大きくタイミングが取れるんですね。そうですね、しっかり振り切ってますよね。いいバッターです。2アウトランナー2塁、ピッチャーの山崎。バッティングも5割を超えていて非常にシュアな感じしますね。はい、そうですね、非常に器用ですよね。ミートがうまいと思います。2対1、この1点でどうでしょう、長野さんも気持ちの上でも日大三高は互角という感じですか。そうですね、あのどんどん点が取れるぞという形になったと思いますけどね、落ち着いて、ゲームに入っていけると思いますよ。あの有原投手決して悪くないですよね。そうですね、その有原君からあのいい当たりの、ね、うん、打球を飛ばして、点を取りましたからね。これもいい当たり、会心、ランナーホームへ帰ってくる横、バックホームのボールもいいが飛び、2対2、際
金属音がこだましまして鋭い打球が抜けていきました。2対2。いやそうですね、少し甘く入ってシュート気味に、インサイドからシュート気味に甘く入ったんですけどね、はい、あの引っ張らずにセンターの方に強く打っていってますよね。あ、そうですよね。2対2、点の取り方は双方違いますが2対2点を取り合っています。逆に少し広陵の方が、はい、エースの有原君が連打されて取られて同点ですから、いや雰囲気としては少し嫌な雰囲気ですよね。いや、永原さんピッチャーのご出身ですが、有原は初戦立命館宇治戦に点を取られたんですが、その後2試合連続完封なんですよ ね、 はい、初戦は緊張感もあって、やはり今日と同じように甘いボールが少し多かったですよね。ごめんなさい、完封ではないんですが点は取られてないんですね。3分の1で9回マウンドを降りた試合がありましたから、その後の2試合先発して点を取られていない。これ失点というのはピッチャーは気にするんですか？そうですね、失点も気にしますけどね、いい当たりをたくさん打たれるというのは非常に気になりますよね。キャッチャーの新谷を見ましても、だいぶあのリードするミットの位置が大きくなってましたね。そうですね、ボールのコースに構えるようになってました。ただそのコースの際どいボールをなかなか日大三高の打者は振らないですよね。インコースを右左ともに使いたい。今のように厳しいところにインコースのボールが行けばなかなか打てないと思うんですけどもね、はい、今日少し甘く入ったボールはやはり痛打されてますんでね、ショートの吉澤見ます。この辺も振りたくなるようなところ見るんです。2アウトランナー1塁2塁、新谷が今マウンドへ行きました。この手は低くなるんですね。そうですね、日大三高の選球眼はやはりいいんですか？そうですね、特に低いボールをしっかり見極めよう、右バッターはアウトコースのスライダーをしっかり見極めようというのがね、はい、伺いますよね。あの小倉監督はですね、いやうちは難しいことは言わないんです、高めの甘いボールを打ちなさい、低めは見極めなさい、それしか言わないんです、その練習しかしてないんですって言うんですが、それを徹底してるってことは大したもんですよね。そうですね、なかなかできることがないような気がします。高く上がった徳田、おー惜しいところです。打者としたら打ちたいですからね、どのボールも行きたいんですけどもね、はい、しっかりと自分の打てるボール高さというのを、ね、意識してますよね。当たっているあぜがみ、三振、失礼、空振りです。144キロまで出ています。高くてもあの辺りへ行くと力ありそうですね。そうですね、最後はやはり空振りを取るような膝元のまたスライダーを投げたりチェンジアップを投げたりしたいですよね。今日は あまりチェンジアップはまだ目立っていませんか？そうですね、あまり数は投げてないんですけれども、あの明らかにボールになるボールが多いですよね、はい、今のは高めに外れましたけど、ほとんどワンバン気味にいってるボールが多かったと思います。外に見極めます。 2-3、 これでランナーがスタートします。日大さん、こっちは2ストライクの後も思い切って振ってきますか？そうですね、思い切って振ってきますしね、2ストライクの後もしっかり見極めてますね。正面です。これはしっかりプレーしました。次アウト。両チームともに1回表裏2点ずつを取り合いました。2対2で準決勝の第1試合がスタートしています。
広陵も2点までで止めました。2対2というスタート、雨の中での準決勝第1試合です。第2試合は沖縄の興南と岐阜の大垣日大の対戦です。広陵の成績です。立命館宇治戦は接戦7対6。この後有原投手が非常に良くなりまして、宮崎工業戦は1対0のサヨナラ、中京大中京戦は8回までは有原がゼロに抑え、9回1点を捉えましたが5対1、去年夏の優勝チーム中京大中京を力で抑え込みました。3割2分3厘というアベレージです。有原投手が26回3分の1を投げています。上野投手も ストレートに威力があって、そして縦横のスライダーに持ち味があります。去年の秋も防御率が 0.5 未満 0.3 台という素晴らしい成績のピッチャーです。投手陣が安定しています。2対2の同点という失点の少ない両投手ですが、想像したのとちょっと違う立ち上がりになりましたね。そうですね、両投手まだ本来の調子に乗れない中でお互い失点したという形ですね、ここからのポイントを長野さんはどうご覧になります？そうですね、ここからあまり力んだり余計に考えずに自分のピッチング本来のタイミングでボールが投げていけたらいいと思いますね。詰まりました。ワンアウトです。選抜は球児にとって久々の公式戦、そして大きな舞台。センターへ前です。出てくる三越馬が取りました。失礼、平井馬が取りました。ツーアウトです。山崎君も冷静に投げてますよね、はい、ただ少しまだボールは高いですけども、緩急はうまくつけてると思います。ラストバッターは両チームともにキャッチャーで新谷と鈴木、はい、両選手ともよく当たってますね。そうですね、よく当たってますよね。ラストバッターですけども新谷君が4本ですか、はい、逆に鈴木君も3本打ってるんですかね。非常に当たってます。詰まりました。吉澤3アウト、3人で攻撃を退けました。2対2の同点ですが、広陵2回は無得点です。はい、山崎君だいぶ右バッターのインサイドのコントロールが良くなってきましたね、あ、そうですか。僕はバッティングからピッチングが良くなることあるんですよって言ってましたが、そうですね、ヒット打ちましたね、はい、日大三高、山形中央初出場14対4、左の横山投手という素晴らしいピッチャーがいましたがうまく打ち崩しました。広陵高校は右の藤田投手がスライダーが良かったんですが、ここも勝負強く競り勝ちました。敦賀気比高校に対しては10対0、出てくるピッチャー本格化、スピードボールもありましたが見事に対応しました。やはり打線のイメージが強いですかね。そうですね、打線のイメージ、しかも長打も打てるというイメージがね、非常にありますよね。山崎投手が3試合27イニングで1人で投げ切ってヒットも少なく三振もイニングの数に近いぐらい取っています。四死球も1試合3つ程度、2点以内に抑えるというピッチャーです。東京からは帝京高校とともに出場してまいりました。両チームそれぞれ甲子園での優勝経験がありまして期待の大きなチームでしたが、帝京が東京大会優勝して明治神宮大会にも進みました。日大三高は帝京高校との大接戦で東京都大会の準決勝で敗れたチームですが、その接戦
互角の戦いが評価されまして、この選抜に選ばれました。どうなんでしょうかね、力強さなど見ますと想像するに秋よりもかなり日大三高というチームは成長してるんじゃないかと思うんですが。そうですね、特に体力もついて力強いスイングになってきてるんじゃないでしょうかね、はい。監督もおっしゃいますが、室内練習場などもありまして、練習環境は非常に恵まれているそうですね。そうですね、その中でどれだけ厳しく自分たちを見つめれるかというところでしょうね。徳田、ワンアウトです。2回は両投手ともにまずワンアウトをリズムよく取っています。キャッチャー鈴木君、ラストバッターの鈴木、早いカウントから打ちますね。この早いカウントから打ってくるっていうのをこう守る方からすると、ピッチャーからすると利用できるもんなんですか、どうなんですか。そうですね、利用できると思いますね。特に打者はタイミングを取って打ちますから、はい、狙っていない違うタイミングのボールをストライクゾーンに投げていくことで打ち損じをたくさんさせれると思いますけどね。こう言っては失礼ですが、長野さんもそれほど体格の大きいピッチャーではなかったですが、はい、うまく打ち取ったんでしょうねと想像するんですけどね。そうですね、どちらかというと僕も待っていないボールを選択してストライクを取りに行く、追い込んでから自分の一番得意なボールでしょう、そういう、ね、はい、形でしたからね。追い込みました、当てただけのバッティングにしました。トヨタ大柄丸子、2アウトです。今のピッチングがそんな感じですか。そうですね、どちらかというとどの打者もストレート系のボールを待っていて、今はカーブで2つ、1つストライクを取って、はい、厳しい待ってるストレートをボール球にしてストライクを取って、最後は得意のスライダー。2巡目に入ります。最初は高山、膝元のボール3つ振って三振でした。レフトはライン寄り、少し高山選手はこの有原投手に対しましてタイミングが合いませんか。そうですね、先ほどは全部インサイドに投げられて、次はアウトコースに投げてと、1打席ずつこう配球を変えられてますよね。これも当てただけ、有原丸子3アウト、3人で抑えました。ここはいいですね。そうですね、そういう意味では有原投手すごく考えながら落ち着いてピッチングしていると思いますね。両投手とも3人で相手の攻撃を退けました。これから攻撃に入ります三塁側の広陵高校はアルプスで応援を続けていますが、今寄ってこの先にスタンドに今日からアナウンサーを配置しています加賀美アナウンサーです。はい、最近はいろんな道具を使った応援がおなじみになってきた甲子園ですけれども、この広陵のアルプスにはですね、はい、ボロボロになった応援の道具があります、はいはい、それがこれなんですね、メガホンです。先端がもう割れてひび割れている状態になっています、はい、で実はこのメガホン2008年夏の甲子園から使っておりまして、今日で通算6試合目になるメガホンなんですね、はい、広陵の応援の伝統は壊れるまで叩く、どれだけ激しく叩いているかご覧いただきましょう、はい、お願いします。この激しさが今日も序盤から出ています。そして決勝まで行って壊れたメガホンを持って帰る、そう願う三塁側でした。加賀美さん、近くで聞くとまた音がすごいでしょ。あ、もう音が大きくて小野塚さんの声が聞こえないぐらいになってます。聞こえているようですけどね、まあ、遠くに聞こえるほどの、近くで聞くとは迫力だとは思いますが、トップからです。その大音響の中での声援、三塁側のアルプススタンド、いい当たりです。ノーアウトランナー一塁、福田2打数2安打、いいトップバッターです。そうですね、アウトコースのスライダー高くなるとうまくミートしていきますよね。メガホンの音の中でもはっきりとミートした金属音がこだましました。牽制、いい動きです鈴木。
機動力も広陵の持ち味です。バントが決まらずにヒットで一塁三塁が1回、雨が上がってきています。サウスポーの山崎投手はランナーから見るとどうですか？そうですね、なかなか、スタートは切りにくい、うまく投げてくるピッチャーだと思いますよ。と少し豊田選手が、見にくそうと言いますかね、バントしづらそうに見えるんですが、どうなんでしょう？そうですね、少しバットと目線が離れている感じはしますね。広陵高校はこれまでの試合でも何とかバント失敗してるんですけどもね、サードがぐっと前横をわーっと引いてワン・ツー。今のワンバウンドもキャッチャーの鈴木君、初回のこともあって非常に一生懸命止めに行ってますよね。初回は2つありましたからね、はい、止めました。これどうですか、このバッターの仕草やカウントでこれ切り替えてくる可能性というのはあるか。2塁はランナースタートを切っていました。ワンアウトランナー2塁です。バントから切り替えてきました、はい、どちらかというと、コントロールのいい山崎君のボールですから、右バッターだとなんとか当てて進塁させれるということで、そういう作戦も多くなるでしょうね。この辺がやはり経験豊富な両監督の戦いになってきますかね。そうですね、中井小倉両監督です。いや非常に二塁ランナーの福田のリードオフが大きい。すぐにでも何かあれば三塁に行ってやろうというようなリードを取っていく二塁ランナーの福田、ベースの後方から大きくリードを取っていきます。単打で帰ってこれる足を持ってますね。そうですね、リードも大きいですしリードオフも非常に大きいですよね。回は3人で攻撃を退けました山崎投手ですが、外野の布陣です。逆に山崎投手はあまりランナーを気にしすぎて、投球ですね、打者に対する投球が今のように、自分の思わないところに手数出されたくないですよね。返す、おっとランナー三塁へ、ツーアウトランナー三塁です。ピッチャーは山崎の足に当たりました。セカンドゴロで2アウトランナー3塁という状況に変わっています。そうですね、今のはでも足に当たらなければヒットになったかもしれませんね、はい、いい当たりでしたよね。低めのボールです。今投球練習をして確認しています。影響なさそうですかね。そうですね、影響なさそうですね。サンタがいい当たりのセカンドゴロで今度はマルコ2対2同点。です、ね、同じような場面ですけどもバッテリーお互いに信用して、まだ低く投げてきてますよね、はい、いいことだと思いますよね。三塁にランナーを置いてワイルドピッチがあった初回の山崎ですが、うん、4番の丸子は最初満塁で併殺打でした。ピッチャーゴロでした。キャッチャーのイメージより少し中に入っていますが、はい、そうですね、少し力んだ時に体が前に行くのが速くなりますよね。その分変化球は特に高く抜けます。ノースリーから打ってきます。タイミングとしては今どうでした？そうですね、いいタイミングで振ってたと思いますけどね、少しボール球に近い高さでしたからね。2、3、広陵の4番チャンスでノースリーから打ってきました。日大三高もノースリー、ノーツー、ノースリー、これは小倉監督は打てという認識だそうですね、はい、
この辺も積極果敢な両チーム。人数はそれほど多くないんですが、確かにボリュームは大きく感じます。広陵高校、甲子園での戦い、それからアルプスでの応援も非常に慣れています。ファウル。荻原、佐野、スリーアウト。いい当たりも出ましたが、ここは得点ありません。3回の表終了。東京日大三高、広島広陵2対2同点の準決勝第1試合。今度は日大三高のアルプスの様子を見ることにいたしましょう。こちらもおなじみの音楽などが流れてきます。日大三高は下坂井さん。はい、1回の裏同点に追いつきました。攻撃では大いに沸きました、はい。そしてあのブラスバンドの一番前にですね、特別なボードがあるんです、はい。それがこちらなんですね、はい。チャンスチャンスチャンスと書かれています、はい。これはあの日大三高が試合の大きなチャンス、流れをつかむチャンスの時に限って掲げられるものです、そのボードですね、まだ今日は掲げられていません、はい。その掲げるのは今だと判断するのがこの人なんですね、はい。野球部員の木村新生さんです。3年生の外野手です、はい。初戦の先発全員安打、それから10点取りました準々決勝と、ここぞという時にアルプスをまとめてきました。今日はまだあげません。いつかそのチャンスを必ず掴みたいと張り切っています。下坂さん、ここ2番からですからね。初球から思い切って叩いた、大きい、スタンドまで行った。チャンスできる前に得点、ホームランです。荻原の素晴らしい打球でした。3対2、甲子園でチーム3本目のホームラン、日大三高。大会第11号、あまり多くのホームランは出ていませんが、そのうち3本が日大三高。いや、回転するように、多分思い切って振りましたよね、はい。得点は取っていますが、取り方は日大三高の方が今のところ持ち味が出ていますかね。そうですね、好投手有原君のボールをしっかり捉えているという形でしょうね。曇り空、時折雨が落ちていますが、ファウル。今のボールもそうですけど、今日は有原君少しね、コントロール甘いところに来るボールの数が少し多くなってますよね。タイミングをずらしたいというふうに考えている有原ですが、前の回はうまくいきましたね。できれば今のようなスライダーをストライクゾーンの厳しいところに、投げていきたいですよね、うん。それが少しずつボールになっていきますから、はい、次に投げるボールがストライクゾーンの中に入ってきてしまっている。あー、ボールです。フォアボール。こういうケースは珍しい有原。ノーアウトランナー一塁です。ホームランの後、4番の横尾、この横尾のタイムリーツーベースが勇気を与えましたね。そうですね、やはり面白いもので、野球というのは4番が打つと盛り上がりますね。そうですね、しかもあの厳しいインコースのボールを長打しましたからね、はい。
3番の平岩がフォアボールで出塁。4番の横尾レフトが下がります。高々とセンターへ大きいフェンスの手前出ていった一塁ランナーがベースに戻っていきます。ワンアウトランナー一塁です。高々と上がりました。有原君の今日のストレートに対して日大三高の中軸の打者は振り遅れずに初回からしっかり対応しているという形でしょうね。山崎もセンター前ゴロの速い打球を返しています。どうなんでしょうか、有原としてはもう少しバッターが反応してくれてもいいなってボールがあるんでしょうか。そうですね、スライダーであるとかですね、どうしても狙ってるボール狙われてるなと思うボールを投げるときは厳しく投げてボールになってしまうというケースが多くなりますから ね。本当に丹念に低めコースをついてるんでしょうけどね。そうですね、新谷も苦心のリードです。ランナースタート、フォアボールです。ワンアウトランナー一塁二塁、連続してこの2人のランナーはフォアボール。少しやはりホームランを打たれて有原君の方が慎重に慎重に投げていく、その分だけ少しずつボールになってしまっているという苦しいちょっと投球内容になってますね。打たれたのは3安打なんですけどね。そうですね、ホームラン、ツーベース、それから山崎のシングルヒットなんですけど、みんないい当たりですね。そうなんですね、しかもホームラン打たれたのが抜けたとはいえスライダーでしたからね、はい、それまではストレートを打たれてた、スライダーをうまく使いたいと2回変化球多かったんですけども、初戦でホームランを打っているこの吉澤も打球が速い、三塁を回って止まる。ワンアウトランナー一塁三塁、ランナーアウト満塁です、はい、満塁です。今もう打者は打ちたいケースで、フォアボールを2つランナー出してですね、どうしてもストライクゾーンの中の方に、入ってきますよね。低いからゴロにはなってるんですけどね。そうですね、このイニングの1点は2番の荻原のホームラン。3対2広陵としては長野さん、ここで止めておかないといけませんよね。そうですね、ホームランの1点で、乗り切れるとまたね流れは、広陵の方にもつかめるんですけどもね、はい、気持ちの上でも押されてしまう場面じゃないですか。そうですね、メガホンが壊れるまで懸命に叩こうという広陵のアルプススタンド。さあそれが必要な時かもしれません。風上ワンアウト満塁です。ダブルプレーのシフト、ファウル、今のように少しタイミングをずらして投げたいですよね、はい、今まで左バッターに対するチェンジアップが、コースがボールになってしまってるんで見逃されてましたからね。ファウル、今のようにストライクゾーンの中で、チェンジアップ投げていくとバッター振ってくれるんですけどもね、うん、バッターが前方でストライクと判断するところですね。そうですね、審判が判断するところではボールになるといういわゆるストライクからボールの、流れのところですと合わせてタイミングが崩れるわけです。
さあ打ち取った緩い打球だ、タッチでアウトでダブルプレー、うまく守ったキャプテン福田、ホームランの1点が入りまして日大三高が勝ち越しです。総合テレビでお伝えしている高校野球はこの後11時53分から教育テレビでお伝えします。日大三高勝ち越しはこの回先頭の2番の荻原でした。高々と舞い上がりました、はい、待ってなかったボールですけども甘く来たんでね、あまり大きくタイミングを取らずその場で体を回転してフルスイングしたって形でしょうね。いわゆるあの体が反応したようなバッティングだったんですかね。チーム3本目のホームラン。しかし甘いボールを各打者本当に見逃さずに振ってきますよね、はい、ただ有原君は少し慎重になりすぎて、高さもしくは球種によってはスライダーだとコースですよね、はい、シンカーもコースですけども明らかにボールだと判断されてしまうところに厳しく投げすぎてますから、うん、もう少し、待っていない球種であれば、ストライクゾーンの中で、うまく投げていきたいですよね。ちょっと広陵としますと打線の援護も欲しいですね。そうですね、逆に今度は、ね、広陵としてはいい当たりでランナーを溜めた攻撃をしたいですよね。5番の三越馬からです。お父さんは阪神タイガースでピッチャーとして活躍されました。三越馬選手はセンター。大会期間中にもお父さんから1対0の試合などがあった後にはもっとピッチャーを助けなさいというアドバイスをもらったそうです。準決勝の第1試合は接戦、3対2守る東京日大三高リード、広島広陵同点になるランナーを出して打ってくる、フォースアウト、リターンしてナイスプレーでアウト、いいカバーリングをしましたピッチャーの山崎、動きが機敏でした日大三高。大阪ガス野球部監督で現役時代はピッチャーとしても活躍されました長野哲也さんの解説でお楽しみいただいています。3対2、広陵がワイルドピッチなど連続もありまして2点を初回に挙げましたが、日大三高は長打などもあって2対2の同点、そして1点の勝ち越しは先ほど2番のセカンド荻原選手のレフトへの大会第11号ホームランで3対2です。ノーアウト一塁から長野さん強攻策でしたね。そうですね、逆に、日大三高はうまく守備の連携でダブルプレー取りましたよね、まあ、ここまで勝ってくるチームですと打力のチームと言われても守備がしっかりしていますし、はい、投手力のチームと言いましても攻撃力もしっかりしてますしね。そうですね、全体的にやはりバランスが取れたチームが多いですよね。フォアボールです。ツーアウトから再びランナーを送りました。連投の疲れもおそらくありましょう。永野さん、山崎投手は初めての連投の経験だそうなんですけれども、そうですね、こういうのというのはやはり影響ありますかね。そうですね、やはり投げてみて少し自分の感覚と違うボールが、コントロールになってくると少し違和感を覚えると思いますけどもね。そうでなければ同じ気持ちで投げれていけると思いますけどね。甲子園の3試合は1人で投げています。3対2接戦、4安打ずつです。長打が出ているのが日大三高。
逆に広陵打線とすると、はい、ランナーに早いアウトカウント出て、足を絡めた、ね、攻撃をしたいですよね。ランナースタート、盗塁決まります。2アウトの2エンド1から1塁ランナースタート、盗塁を決めました。これも持ち味の一つと見ていいですか。そうですね、どちらかというと日大三高は長打力、はい、広陵高校は、機動力というのも持ち味じゃないですかね。有原投手ですし、ここで1本出ますとね。そうですね、本人のマウンドに上がる気持ちも変わるでしょう。あー、手が出ません。スリーアウト、三振でした。4回の表、広島広陵得点、いいところに投げ込みました。山崎投手、3対2です。日大三高キャプテンのキャッチャーの大塚がベンチで見つめています。熊坂義永ピッチャーです。野村内野と外野両方守れます。金島も内野手、根岸はスターティングオーダーで出場したこともあります。内野手左打ちです。小林非常に守備がよく外野の守りに各試合入ります。清水も内野と外野、それから加藤はキャッチャー、梅田記録員が入っています。小倉監督です。日大三高、日大という経歴をお持ちで長らく日大三高で監督を務めて甲子園にもやってきて優勝経験もありますし、関東一高でこの選抜で活躍した時もあります。攻撃型のチームをいつも作ってくるというイメージなんですが、長野さんいかがですか。そうですね、やはりあの打撃のね、練習を豊富にやられて、打撃に関する一つの、ね、理論をお持ちで、はい、やられているということで強い打撃力を持ったチームが出てきますね。どういう理論というふうに受け止めればいいですか。そうですね、あのどちらかというとしっかりスイングがまずできるということ、はい、それからあの前段おっしゃったように、自分たちの打てる高さのボールなり打てるコースのボールというのをしっかり意識をして、はい、ワンアウトです、振っていくという形でしょうね。はい、どんなボールでも技術的にこう打つんだというよりはもう少し簡単に考えて、うん、あの打てる高さ打てる範囲のボールをしっかりスイングするという形じゃないでしょうかね、はい、高校時代は短いですし、はい、なかなか難しいことも理解できない部分もあるでしょうし、そういう教え方ってのはいいんでしょうね。そうですね、あのどの選手も従っての思い切って、ね、自分のスイングをしてますよね、はい、それとおそらく野球というのは打つことっていうのはね、長野さんピッチャーですが楽しいんでしょうからね。そうですね、やはり一番、うん、楽しいのがやっぱり打撃でしょうからね。三振、うまくタイミングをこのイニング外します。ツーアウトです。ね、このイニングはストライクゾーンの中にスライダー、うまく投げれてこれてファールを打たして最後にまた厳しいところにいうピッチングができてますよね。バッターは大塚君。ピンチヒッターにキャプテンの大塚を送ります。トップの高山のところでピンチヒッターの大塚を送っています。三振、連続三振です。スライダーの切れ味が2人続けて出てきました。有原、いいボールだったですね。そうですね、いいボールですね。追い込まれるとやはり厳しいボールに手が出ますよね、うん、早く追い込むことが必要ですかね。そうですね、3対2、広陵高校、背番号5番サードでもあります山内、上野はピッチャー、川崎もピッチャーです。背番号12番の鳴橋、サードを守る二宮、レフトの江口、ダイソーで出場した岡本と奥本、足の速い選手です。そして上田がベンチに入って記録員は土屋です。
日大三高選手の交代をお知らせいたします。中井監督、広陵高校の OB です。大阪商大の出身内野手で、もう監督としても選抜の優勝経験もありますし、夏も決勝まで駒を進めた経験があります。機動力も含めた総合力の高いチーム、プロ野球で活躍する選手たちも多く出ている広陵高校。山崎君、8番ピッチャー熊坂君。日大三高は中盤を迎える5回から選手が変わってきます。サウスポーの熊坂が甲子園初のマウンドです。去年の秋の大会の成績です。秋は山崎よりも数多く投げました。山崎がファーストに入って、正捕手の先ほど代打に出ました大塚がライトのポジションへ入っています。当たりました。変わった、まさかの最初です。ファーストに山崎が回っています。山崎が初回のワイルドピッチの2失点だけだったんですが、やはりあの連投の疲労などもありますかね。ライトのポジションに大塚が入っています。そうですね、はい、高山がベンチへ下がりました。ただまあどの投手もね、秋の大会を通じて、はい、信頼できる投手が多いんじゃないでしょうかね。2安打の福田、準決勝で甲子園初マウンドが熊坂です。広陵はピッチャー相手が変わったところでチャンスを迎えています。広陵としては山崎投手から今投球練習のボールが入りました。今日は投手陣全員で行くんだという構えの日大三高、山崎の疲労を考慮して今吉永投手が投球練習をしていたんですが、そのボールがグラウンドにこぼれていきました。広陵側から見るとどうですか。そうですね、これでピッチャーも変わりましたしね、イメージも一新されますから、ここで、変わりっぱなの時ですね、そこでしっかり捉えたいと思いますよね。まあ、言ってみれば熊坂投手にとっては1回表初戦みたいなもんですよね。そうですね、緊張感もありますしね。ノースリー、あ、フォアボール、ノーアウトランナー1塁2塁です。1点リードでマウンドに上がりました。思い切って山崎からリレーに入りました。山崎はファーストに、確かに熊坂投手、試合前室内練習場では柔らかな表情で報道陣の受け答えをしていましたが、さすがにこわばった表情です。2番のトヨタ、1点を追います。バントのケース、ただし今日はバントは決まっていません。ね、ただこの、ケースであれば2点取れるような、ね、ケースになりますから、しっかり送りたいところですけどもね。いいバントです。切れなければ完璧ですが、ファウル。ワンエンドワン、日大三高はこの回からメンバーを変えてきました。両チームともベンチに入っている18人がいつ出てきてもおかしくないというようなメンバーです。ファーストの山崎が前、またファウル、ね、少しコースを狙いすぎてますかね。大切だということが分かっているトヨタです。このバントがどんな意味を持つか、どれだけ大切か分かっています、トヨタ。さあ、ここは打ってきますか。2エンド1、この形からバントを決めに行くのか。
バント見るだランナー出ている、ワンバウンドになった分セーフ。走者も三塁に進まなければいけない、必死です。バント継続ですかね。そうですね、今あのバントの構えしましたからね。さあバント正面だが打球をうまくコントロール、送りバント成功、トヨタ決めました。ワンアウトランナー二塁三塁、価値ある送りバント。そうですね、ここは初めてのマウンドで緊張感もあって、フォアボール、デッドボールなんかがあってですね、まだ一つもアウトを取っていない熊坂君、一つアウトをもらって落ち着くケースもあるんですけども、まだ本来の力になる前に、このピンチですから、はい、あの広陵としてはこういう形で、ゲームを展開したいですよね。ここで日大三高は3番の右バッターの三打のところでピッチャー交代です。日大三高のピッチャー吉永投手をマウンドへ送りました。吉永8番、これも甲子園初登場というパターンです。マウンドを降りた熊坂投手です。ここはやっぱり同点、逆転まではさせたくないという思いでしょうね、はい、さあ3人目の吉永投手、どうしても熊坂君の場合右バッターに対してストレートの数が多くなりますよね、はい、そういったあたりで中軸の打者右バッターということで、やはり右のピッチャーの方を選択されたんだと思いますけどもね。右のピッチャーで言いますとショートを守っている吉澤も、まあ、いわゆるこの日大三高の中では試合の終盤を投げるピッチャーだそうですが、投げることができます。ここでは吉澤投手を送りました、吉永投手を送りました。ショートが吉澤です。失礼をいたしました。ワンアウトランナー二塁三塁です。3番のサンダー、いい当たりを今日は放っています。ファーストに回っています。低く抑えなさい。打順は3番、143キロ。冬を越えて外野陣のシフトです。あ、いいボールです。いいボールですね。去年の秋投げたピッチャーの話に甲子園の練習の時など集中したんですが、吉永がいいんですという話が、ね、結構監督の話にあったんですけどね。そうですか、非常にこう成長著しいですね。まあ、早い三振、2アウトランナー二塁三塁、ね、まあ、ボールではありましたが、はい、高めのボール、釣り玉のようなボールになってですね、空振りが取れましたね。まあ、ストレートはやはりあのキレがあって、はい、やはりいいボールですよね。速いボールだと思いますね。変化球が低めにストライク取れれば非常にいい、投球内容になってくると思いますよ。4番の丸子です。今日はここまで山崎に対してヒットがありません。あと三塁ランナーそのまま。今日はバッテリーにこのミスが初回2つありまして、広陵は2点を取っています。その後逆転3対2、日大三高リード。右ピッチャーに代わってこの山崎と対戦した丸子はヒットがなかったんですが、また感覚ちょっと違いますでしょうね。そうでしょうね。この緩いカーブが大体のところなんですけど、だいぶタイミングがずれそうですね。そうですね、ストレートが結構キレがありますからね。チェンジアップのようなボールですよね、はい、1点差です。ここは2アウトですから慎重に投げたいですね。詰まる横スタンドです。なかなか力があります。
4番丸子。握りから言うとチェンジアップでしょうか。はい、そうですね。さすがに選球眼も磨かれています、4番の丸子。初登板、嬉しい甲子園の初マウンド。フォアボール、2アウト満塁、広陵のチャンス広がりました。塁を埋めています。中盤の5回、先にピッチャーを変えてきたのが日大三高小倉監督、5番の三越馬、センター前ヒット1本、捉えた、止めた、山崎ベース、スリーアウト。あと1本出ませんでした。日大三高がみんなで抑えた感じがあります。そうですね、みんなで守りました。2アウト満塁から投げ込んで、三越馬も積極的に行きました、はい、もうちょっとで抜けるかというところ、変わったばかりのね、山崎君もうまく取りましたね。そうでしたね。それから吉永投手がもう思い切って投げ込んできましたね。そうですね、あのピンチの中で本当に緊張しすぎずにどんどん向かって、投げれているというのもね、素晴らしいですよね。第1試合が日大三高、東京と広島の広陵、接戦です。準決勝の第1試合、第2試合は沖縄の興南、岐阜の大垣日大。興南もバランスが取れてますし、あの左の島袋投手が素晴らしいですね。そうですね、本当にあの少し変則な、ね、投げ方をするんですけども、本当にコントロールが良くて、はい、タイミングを外してね、あんまり大きな体じゃないんですけどもね、本当にいいピッチングをしますよね。2桁の三振を取るということでも、注目をされているところがありますが、それから大垣日大の打線もシャープですね。そうですね、昨日の試合もですね、非常に連打、はい、連打が続きますよね。攻撃が早く3回までで10点を挙げた打線でもあります。ホームランを放っている荻原からの攻撃です。また強く、うまく取った。徳田から丸子でワンアウトです、ね、少し甘く入ったスライダーですけど、やはり少しタイミングがね、ずれてますよね。また守備も堅実ですからね、こうやってバックを信頼してゴロを打たしていきたいですね。3番の平井は苦しみながらここまで強打の日大三高に3失点というのは、このあたりが有原投手の持ち味でもあるんでしょうね。そうですね、どちらかというと本当に、力投派ではなくて非常にクレバーに投げてね、粘りながら投げますよね、はい、いっぱい3対2です。東京の日大三高が広島広陵をリード。ゲームは中盤の5回の裏に進んでいます。三振、ツーアウト。4番サード横尾、3対2、東京日大三高リード、広島広陵との対戦です。5回の裏、4番の横尾、タイムリーツーベースが最初のバッターボックス。高く上がりました、銀山の上まで頂点が達しました。スリーアウト、有原投手が3人で打線の中軸を抑えました。5回まで終わって3対2、東京の日大三高が広島広陵をリードしています。準決勝の第1試合です。
準決勝の第1試合、ここまでを映像でまとめてあります。1回の表、先頭の福田がバッターボックスで、先発のサウスポー山崎からヒットで出塁です。2番のトヨタ、バントからヒッティングに切り替えまして、ノーアウトランナー1塁3塁のチャンス、ケース変わって2アウト2塁3塁で、5番の三越馬の時に山崎が低めを狙ってワイルドピッチ1対0、さらに6番のクラマスのところでまた低め、これがわずかに跳ねましてワイルドピッチで2点を先制しました。その裏の日大三高、2アウトランナー2塁で4番の横尾、右中間を深々と破っていきましたタイムリーツーベースヒット、2対1と1点を返しました。5番のピッチャー山崎もセンターへ鋭く弾き返して2対2。1回にすぐに追いつきました。3回の裏、日大三高は長打で勝ち越し、2番の荻原が回転して打った打球はレフトスタンドまで、大会11号、3対2リード。チャンスは両チームにやってきます。5回の表、広陵デッドボールフォアボール、ワンアウトランナー1塁2塁から2番のトヨタ、2ストライク後でしたが送りバントを見事に決めました。ワンアウトランナー2塁3塁、山崎から熊坂に変えていましたが、さらに吉永へスイッチしました。このイニング小倉監督、3番のサンダを三振、満塁になって5番の三越馬、ファーストに回った山崎がなんとか止めて0点でしのぐという守りを見せました。日大三高が3対2とリードしている準決勝の第1試合、解説は大阪の八尾高校から大阪教育大学、ピッチャーとして活躍されまして社会人は大阪ガスに包まれました、その監督も務められました長野哲也さんですが、ここまで試合の展開ですが、3対2というスコアですが、内容的にはどうなんでしょうか。日大三高に今分があるのか互角なのか。そうですね、前半は2対2になるまで、取った内容が日大三高の方が打撃で取ったという形ですけどもね、後半ピッチャーも変わったところでまた広陵にチャンスも来ましたから、はい、流れとしては今イーブンになってきていると思いますけどもね、逆にこの次の1点を取った方に大きく流れが、はい、傾いてくるんじゃないでしょうかね。広陵が追いつくか、もう1点日大三高が離すかですね、はい、そうですね、はい、追いつくための広陵としては、ピッチャーが変わりましたが、改めてここから吉永投手に対して何が必要でしょうか。そうですね、今日見てますと吉永君まだストレートの制球がなかなか定まってない中で、はい、変化球でストライク取りに来てますよね、その甘いボールをしっかりと、甘いボールをしっかり捉えて、一人でも多く、アウトカウントの少ない中でランナーを出して攻めていくという形を取りたいですよね、打順が6番のクラマスから7番の徳田、有原、新谷という打順です。6回の表、広陵高校の攻撃は6番レフトクラマス君、ショートゴロとファーストゴロ、低めでストライクが取れました。浅いアウトカウントで攻撃をしたい広陵。風が見下がって越えた、さあクラマスは二塁へ、ノーアウトランナー二塁、ツーベースヒット、さあノーアウトという最高の形ができました。1点を追います。これは長野さん、いいですね。そうですね、非常にいいですね。少
少し甘く入りましたけど、アウトコースの難しい球をしっかりと開かずに、反対方向ですね、レフト方向に打ちましたよね。ここでなんとか二宮が代打で起用されまして、はい、ランナーは二塁。先日スクイーズバントを決めました二宮、その打点1です。あ、ここはやはり送るケースだということで、山内も一旦出てきたんですが二宮に変わりました。1球で決めました、送りバント成功。ワンアウトランナー三塁、同点になるランナーを三塁で、意図通りですね、これ。意図通りですね。しかし期待通りに、この前のスクイズもそうですけど、1球でしっかりと決めますよね。いや、バントが好きなんですかって中井監督に聞いたら、いやいや打ちたがってましたって言ってましたけどね。バッターっていうのは、選手っていうのはみんな打つのが好きなんですよと言いますが、見事に役割を果たしました二宮。有原、有原のところで今日はチャンスが巡ってきます。有原君バッティングもいいですからね、甘く投げたくないです。広陵が同点に追いつくのか、日大三高が引き離すのか、それがポイントと長野さんおっしゃいましたが、広陵がチャンスを迎えています。バックホームの体勢は日大三高。2003年は優勝、春の広陵の名もつきました。アンスリーツーベース、三塁へ進んだクラマス、エース有原、3人目のピッチャー吉永、狙いとは違うんですが、あのインコースのボールは力がありそうです。そうですね、しかも少し抜けて高めに入ってきますからね。少々のコントロールよりも思い切り体を使って投げてきますね。そうですね、特にストレートはもう全力で投げてきますよね。今のところどうですか、吉永投手の一番いいボールはやはりストレートですか。そうですね、どちらかというとスライダー系のボールがいいと思いますけどね。スライダーがいいですか。落とした、三振、ツーアウト、スーッと沈みました。はい、首を振っての今の球種の選択でした。あるいは回したのか。ただ非常にいいところに投げましたよね。中指と薬指の間に空間を作って投げました。取りたいアウトの形の一つですよね、今の三振というのは。そうですね、このケースは本当に三振を取りたかったですね。外野フライでも1点のケースですからね。ツーアウトランナー三塁となったケースでライトに入っていました大塚に代わって小林がセンターのポジションに入って、センターの平岩がライトへ回ります。日大三高選手の交代をお知らせいたします。ここで帰ってきましたが、小林は守備が良くて守備固めには入るんですが、このタイミングの意図って直さん何か想像がつきますか。そうですね、このタイミングですからね。打者のね、新谷君の打球ですね、外野に間にね、飛ぶ前に落ちるような打球がね、結構多いという判断をされているのかもしれないですね。なるほど、ショートセカンドの後方から前、センターの前あたりですね。ツー、はい、アウトランナー三塁、ノートゥー、ラストバッター新谷、ノースリー、のベンチ入りのメンバーで戦います。当たりましたか、デッドボール、ツーアウトランナー一塁三塁、
小村監督はこの吉永投手をどんな風な、どんな心境で見てるもんでしょうか。そうですね、もうピンチになってますからね、なんとかこの子はしのいでほしいという形でしょうね。力を出し切ってくれという形じゃないでしょうかね。広陵としてはいいバッターを送ります。福田ヒット2本、さらにはフォアボール全出塁。広陵はここです。日大三高はもう一人ピッチャーが出てくるとすればショートの吉澤。決まりません。広陵も選球がいいですね。そうですね。ただ今ボールにはなってきてますけども、吉永君のコントロールがだんだんまとまってきているようには見受けられるんですけどね。そうですか。次のストライクは注意したいですよ。うん、積極性はきちんと持っているバッターの福田。チャンスです。有原がなんとか強打の日大三高を3点にここまでとどめています。得点とともに流れをつかみたいところ、よく見ます福田。見ましたね。ただ、はい、いろんな球種をキャッチャーの構えた近くにはね、しっかり投げれてるんじゃないでしょうかね。はい、ファウル。ミートも非常にいい福田。まあ、先ほどの回もチャンスがありましたから、広陵としてはなんとか1点ここで取りたいでしょうね。はい、追いつけば一気に流れもという広島広陵。打ち上げた、バックネット。リードするキャッチャーは鈴木です、ね、福田君はアウトコースのボールも多いですからね。今のような逃げるようなボールもありますから、はい、あまり引っ張らずに、それと二遊間がだいぶ一塁三塁に近く寄ってますから、センター方向が非常に空いてますんでね。そうですね、そうですね。それを意識してなさい、ね、一塁間三遊間を詰めています。見た、よく見ました。ツーアウト満塁、決めに行くたなるところでしょうけれども、しっかり見ました。3チャンス、広陵1回3回4回5回6回いずれもノーアウトのランナーを出し、塁をにぎわせて、先ほどはいいバントも決めました。最初の打席はヒットも放っています。トヨタ投げましたけど、今日少しストレートが右バッターの方に向かって抜けるボールが多いですからね、ちょっと注意して投げたいですね。ただし球威は落としたくないですよね、はい、そうですね。2塁ワントゥー、あと一歩のところまで。前のイニングも満塁でした。広陵4回5回6回攻め込んでいます。うまく4対3、トヨタが決めました。4対3、2点タイムリーヒットのトヨタ。そうですね、ここはワンツーからなんとかストライクを取りに来たストレート、初回と同じように右の方向にうまく打ちました ね、 いやいい目をしています。
打った瞬間です。ヒットを確信しましたベンチ。1点、次の得点、次の得点、逆転になりますよ。そうですね、非常に大きいですよね。3番のサンダ、2点取って逆転広陵。よくボールを見てつないでいってトヨタが決めました。中軸にかかっていきますのでチャンスが続いています。吉永君としてはなんとかこの右バッターのところで終えたいですよ。逆転になりました。このあと6回のマウンドに行こうという有原。2点タイムリーのトヨタ、レフトがライン寄りに守備位置を取っています。あ、当たってはいません。先発しました山崎は今ファーストの位置に。タイムで少し吉永君も冷静に、ねなって投げれば、ね、いいと思いますね。思い切りの良さは失ってはダメですよね。そうですね、少々甘いところでも全力でいきますとファールになるケースも多く、空振りも割と取れますもんね。そうですね、そういう意味では非常にスピードガン、非常にボールとしてはキレがあったり伸びがあると思いますね。3番のサンダです。この後は4番のマルコ、一塁ランナーはスタートをします。 2-3 振らせました、三振です。あっと投げられるか、アウト、3アウト。広陵が逆転をしました。トヨタの2点タイムリーヒット。ピンチをしのいできました広陵。有原投手も苦しかったんですが、2アウト満塁となって2番のトヨタ打ちましたね。この前にインサイドに少しデッドボールになりそうなストレートの後だったんですけども ね、そうでしたね、打者は本当にそれを頭に置かずしっかり右の方に打ちに来ましたよね。はい、トヨタ君も素晴らしいプレーですよね。さあゲームを3対2の状態から逆転しました広陵。当然今これ広陵に流れが来つつありますね。そうですね、そういう意味では有原君がこのイニング3人で抑えると本当に流れは広陵の方にだいぶ傾いてくるんじゃないでしょうかね。逆に日大三高とするとこのイニングなんとかチャンスを作って攻めた形で進めたいですよね。それは仮に点が入らなくてもということですか。そうですね、そうしていくとまだまだ終盤、点が取るチャンスがあるぞという形でね。今映し出したのはサードに入っている二宮です。先ほどクラマスのツーベースヒットの後代打で起用されてベンチの狙い通りバントを決めました。割ります。さあしっかり反撃に出ようという日大三高、さすがです。はい、ノーアウトランナー一塁、ね、今も低いボールは見逃してベルトのあたりのボールをしっかりと打ってますよね。あ、そういうことなんですね。緩いカーブのようなボールでしたが捉えました。6番のショートの吉澤でノーアウト一塁。戦術的に長さんここはどうなんでしょうね。そうですね、サードは浅めです。変わった二宮バント、送りバント成功です。一塁も際どいがアウト、ワンアウトランナー二塁です。まあ、まず同点にという ね、ですね。ただやはりこういうチャンスをもらって攻めてると、はい、その中でアウトになってもいい当たりが出てるとまだまだ終盤取れるぞということで焦らずに攻めれるんですからね。うん、二塁で畔上です、はい、
チャーからファーストに回りました。今日2本目のヒットを放ちました山崎。いっぱい、ここがおそらく試合前に話していた突きたいところのインコースでしょう。そうですね、有原投手は投球数80球を超えてきました。今日はあのシンカーのようなボールですよね、はい、あのボールがなかなかストライクゾーンに近いところに投げれないんで見逃されてますよね。ここまで打たれたヒットは5本。センターへ返す、さあ山崎三塁を回る、三越馬バックホーム、それた、同点3対3、4対4です。すぐに追いつきました、はい、8番ピッチャー吉永君、非常にバッティングですよね。シンカーが少し甘く入ってきたんですけどね、高さもそんなに低くなくてきてしっかりと捉えました。早い攻撃です、あのバントも即決めました。そしてタイムリー、ワンアウト一塁、もう当然これでイーブンですよね。そうですね、これでまたイーブンになりましたよね。右へ速い打球です、二塁へ止まります。ワンアウトランナー一塁二塁、こう全部長野さんクリーンヒットのような打球ですね。そうですね、今少しタイミング的には遅いんでしょうけれども、しっかりとミートをしてますよね。はい、マウンドに上がった吉永が初めてのバッターボックスでライトへのヒットを放ちました。ワンアウトランナー一塁二塁のチャンス、今日はあのインサイド寄りに投げたボールが少し甘くなって、高さは低くてもですね、甘くコースが甘くなったボールは見逃さずに打たれてますよね。あれよりもう少し低い方がいいんですか。そうですね、どちらかというとストレートはもう少しコースを狙って、特にインサイドはそういう形で投げたいですよね。ここは当たっている鈴木ということもありヒッティングできそうな気配です。あ、バント、ワンストライクの後、ランナー2人です。まず同点に追いつきました4対4。そうですね、ここはあの同点でランナーがセカンドにもいますから、ヒッティングして1点取りに行くというのも一つの考えだと思いますね。打ち上げました、インフィールドフライです。2アウトランナー1塁2塁です。ランナーを進めることはできませんでした。まあ、相手も必死ですからなかなかこう攻撃を後ろ後ろにつなぐというのは難しいんですよね。そうですね、前のイニング大切なところで守りに入りました小林。空振り、走力に自信の小林、4です。背番号4番は荻原、今日ホームランを放っています。2番バッター、今のボールはいい高さに投げましたね、はい、あのチェンジアップだと思うんですけどもね、ちょっとシュートしながら押していきます。ここはもう一度あのボールで空振りを取りたいところじゃないでしょうかね。バッターとしたらそれをうまく打ちたいですね。当てた、
田丸子、スリーアウトです。同点に追いつきました日大三高。ピッチャーの3人目の吉永のタイムリーで追いつきました。4対4です。さあこれから終盤に入っていく準決勝の第一試合です。畔上のタイムリーヒット、畔上のタイムリーヒットで同点に追いつきました。さあ広陵しかし同点で止めています。アルプスは加賀美アナウンサーです。はい、こちら広陵のアルプス、静まったり元気になったりととにかく、いろんな表情がある今日のアルプスになっています。この中にですね、懐かしのユニフォームを着た人たちがいます。かつての広陵のユニフォームを着ているメンバーなんですね。でこのメンバーは2007年夏の甲子園準優勝メンバーです。佐賀北と対戦して8回に逆転満塁ホームランで敗れて、惜しくも優勝はならなかったメンバーなんですね。で皆さん雰囲気に飲まれるなと自身の経験を選手たちに伝えてきたそうです。で試合中グラウンド以上に気にしているのがこちらスコアボードなんですね。得点や回数、打順の巡り、とにかく皆さん気にしていました。リード1点でも多く取りたい、終盤こそ勝負どころ、中軸に回る攻撃に大きな経験を持つ OB が見つめている三塁側です。期待のバッターがこれからボックスに入ります。4番の丸子です。多くの先ほどの懐かしいユニフォームにも身を包まれた選手たちもいますが、バッターがいる中でも飛距離は歴代の広陵の選手の中でもトップクラスのものを持つと言います。注目していました、期待を込めました、マルコ文句なしのホームランで5対4勝ち越し。素晴らしい当たりですね。はい、高めのボール、はい、いやものの見事に弾き返しました。会心の打球です。よっしゃ、こうするベンチ、エースの有原、パーッと表情が明るくなるようなホームラン、さすが4番です。5対4、中盤点が動き始めています。4対4から5対4、追いつかれてこれから表の攻撃ですね、苦しくなるところなんですが、4人目のピッチャーはショートからマウンドに上がります、吉澤。このホームランでまた少しね、広陵の方も元気になりますよね。同点にされた、少し嫌な雰囲気がなくなりますよね。ショートから試合の中では一番最後に出てくるのが役割ですという吉澤ですが、この7回からマウンドに上がりました。吉永がマウンドから降りまして、根岸が入ってショート、そしてショートの背番号6番の吉澤がマウンドに上がりました。根岸がセカンドに入りました、失礼しました。荻原がショートに回ります。背番号4番の荻原がショートに回ります。5番の三越場、雨が降ったり止んだり、スピードがあります、スピードに自信があります吉澤。
昨日は試合の合間攻撃の時に投球練習を三塁側でしました。監督に言われたのではなく自分で言ったそうです。アピールしましたと言ってました。投げたいんです。このストレートを見てもらいたいんです。甲子園でのこの選抜の夢の一つ。そういう意味では急にマウンドに上がっても、はい、本当に前向きにどんどん向かって投げてますね。気持ちいいですよね、はい、雨が落ちます。三振。少し食い込みました、はい、少しなんか曲がるようなね、落ちるようなボールでした ね。気迫十分。このストレートの球質というのは長野さんがご覧になっていかがですか。そうですね、非常に力があるようなボールだと思いますけれどもね。スライダーですかね今のボールは、はい、そうですね、スライダーですね。少しファースト側に倒れながら投げますからね、左バッターのインサイドにしっかり、投げるのは少し難しいかもしれませんね。逆に右左バッターのアウトコースにはいいボールが行くケースが多いかもしれませんね。雨が強くなりました、満水。今のところなんですね。そうですね、今左バッターのインサイドを狙っていってるんですけども、少し、ファーストに傾きながら、球離れが早くなるとサード側にボールが行ってしまいますね。あ、いっぱいです。ワンアウトランナーなし。フォアボール。さあワンアウトランナー一塁です。ワンアウトからでもランナーを出ますとこの後は二宮ですし、機動力も十分使えるところですね。勝ち越しましたし、あと1点2点取っておきたいという思いもありますからね、はい、ワンアウトランナー一塁です。一塁にクラマスが出ました。そして先ほどバントを代打で起用されて決めました。バントと何かいう言葉が入りながら声をかけたような中井監督です。初回の広陵を除きますとまだ2点ゲームが離れたケースはありません。1点差以内の接戦が続いています。ダブルプレーになるか。2アウト3アウト。広陵が4番マルコの大きなホームランで5対4と再び勝ち越しました。7回の裏、しかしショートの吉田がマウンドに上がってピシャッと締めました。これから日大三高の攻撃は2番のホームランを打っている荻原から始まるところ、下坂井アナウンサーです。はい、息詰まる展開に日大三高のアルプスの人たちもですね、じーっと試合を見つめています。そしてその中でも最もマウンドに集中した視線を送っていた方がこの方です。吉澤俊幸さん、はい、マウンドに上がりました吉澤選手のお父さんです。ええ、39年前の優勝、38年前の準優勝を経験した人でもあります。俊幸さんは2年生の時は3番ショート、3年生の時は4番ショート、キャプテンで出場しました。で、俊幸さんの時もですね、準決勝はともに接戦だったそうです、はい、今日は選手たちも接戦を想定していたと思います。
あとはいかに強い気持ちを持てるか、いつも通りのプレーができるかですという話です。春の決勝を2度経験した俊之さんの声援が息子そして後輩たちを後押しします。さあこの回は2番からですから、6番の吉澤選手まで回ると大きなチャンスですし、この吉澤選手が今流れを作ってますよね。そうですね、先ほどのホームランから一転して、しっかり守りましたよね。お父さんのその選抜で優勝したり活躍した頃の写真を見てかっこいいなと思ったそうです。両チームホームラン1本ずつ飛び出しています。日大三高はこの荻原、まあ、もちろんお父さんとお子さんの会話もそうなんでしょうが、多くの OB がいていろいろなことを経験して、経験の話というのは選手たちに役立ちますでしょうね。そうですよね。実際に、ね、やられた方の、ね、言葉を聞けるというのは、ね、はい、理解が、ね、ずっと体の中に入ってきて理解できると思いますよね。初体験がこう予測できることもあると想像しますけどね。そうですね。いっぱいボールです。ワンアウト。荻原ホームランも放ちましたが、有原から見ると三振も取りました、はい、ね、これ前半はあのボールがどちらかというとコースがボールだったんですけども、今はコースいっぱいに投げてきてますよね。3番平井はこのイニング両チームにとって大切ですね、はい、そうですね。先ほど中盤日大三高が追いかける展開の時、得点にならなくても攻めればいいとおっしゃいましたが、はい、そうですね、イニングが進んでここはどうですか。そうですね、まだ、3イニングありますからね、この回ぐらいまではいいと思いますけれどもね。まだ1点差ですしね、この点差ですとどういう展開になるか分かりませんから、はい、しっかりとピッチャーにタイミングを合わせていい打球を打ててるというのがね、後につながると思います。101球目、一塁線うまく取りました丸子、ツーアウト、ナイスキャッチです。うまいですよね。抜ければ長打という打球、はい、打球も速いんですがライン際、ね、逆シングルになってなかなか難しいんですけどね。さあこちらも4番タイムリーツーベースを放っています。キャッチャーフライが前の打席ですが非常に高く上がりました。大胆にストライクを取りました有原、ね、どちらかというと横尾君はストレートを振ってきてますからね。あ、なるほど、予測していないそうです、ね、ボールですね、2エンド1、特に、昨日のピッチングなんかを見てると4番打者にインサイドのストレートが多かったですからね。そういう意味では有原君うまく考えて投げてますね。インサイドのボールを初回に二塁打された後、もうアウトコース中心に攻めてますよね。三振、力強いスイングをさせませんでした。スリーアウト、大切なイニングを3人で退けました。7回まで終了、ホームランで1点を取った広陵に対して日大三高は2番3番4番3人で攻撃を終えています。8回の広陵に入ります。両チームにお寄せいただいたメッセージをご紹介します。東京都の22歳の女性の方です。私は5年前まで日大三高のチアリーダーとして野球部を応援していました。今日は入社式のため応援に行くことができません。この不況で就職活動は大変でしたが、野球部の粘り強さを高校時代に教わり乗り越えることができました。
今日も持ち前の粘り強さで頑張ってください。広島県の広陵高校を応援する男性の方です。僕は野球部で高校生活を送りました。同じ広島県で広陵は僕らの高校は叶いませんでした。卒業してからずっと高校野球見ていたら広陵のファンになりました。広島県に優勝旗を持って帰ってください。両チームともに卒業生であれば母校の誇りであり、地域であればまたその地元の誇らしげな存在でもあります。両チームともに選抜の優勝経験を持っています。クロスゲームが展開されています。有原が好投しています。リレーでしのいでいる日大三高。荻原ショートへ回っています。あーっと有原二塁へ、ボールがカメラマン席に飛び込んでいます。ノーアウトランナー二塁です。二塁までの進塁です。ショートの悪送球、雨が降ってきまして決して守りやすい状態ではないかもしれませんが、エラーと記録されました。ノーアウトランナー二塁、5対4、広陵リードの8回の表。さあノーアウトランナー二塁でラストバッターのキャッチャーの新谷というところ、この後当たっているトップの福田へと戻っていきます。ノーアウト二塁、二塁ランナーはピッチャーの有原。ここはしっかりと送っていきたいところもありますよね。ファール、もう1点取って2点差になると非常にね精神的に違いますからね。はい、両チームともに7安打ずつ。二塁ランナーは有原、ショートの悪送球で出塁、二塁まで進んでいます。ファーストはダッシュ、ワンバウンド止める鈴木。バントする方から見まして鈴木投手は少し荒れ気味に来てますよね。そうですね、したがってストライクボールをしっかりと、ね、吉田投手ですね、失礼しました、はい、見極めたいところですけども、バン送る、ね、ためのバントですから少しストライクゾーンは広くしたい。これも切れます。2エンド1、ね、ファーストの山崎君がかなり前まで、打者の近くまで来てますからね、どうしても三塁側にしていく、強すぎるとアウトになるのでライン際にしたいという思いでファウルになってますよね。今度は何を意識すればいいですか。今度はボールをどちらかというとボールの勢いを殺すという形を、取りたいですよね。コースよりもそうですね、強くならないことを考えればいいですか。そうですね、あーファールです。バント失敗で三振。そうですね、今だと山崎君がファースト側から出てこなかったですから、ファースト側にコースよりも打球を殺していきたかったですよね。なるほどね、はい、うん、まあしかしこの辺はトップに帰って当たっている福田。日大三高側からしますとピッチャーのボールの速いというのは武器になりましたね。そうですね、しかも少しシュートをしながら右バッターには入ってくるボールですからね。レフトの畔上がライン寄り、センターの小林も左中間に少し動いています。もうここからの1点は日大三高にとりましても広陵にとりましても大きく意味を持ってきます。
日大三高には特に重くのしかかってきます。ファウル。雨の中出塁しましたエース有原。ボールでした。ツーアウト。思い切りの良さが光ります。吉田投手、体は左でなく、これある意味バッターから見ると角度ありますでしょうね。そうですね。逆に右バッターには当ててしまうケースがあるので。教育テレビでお伝えしている高校野球はこの後1時5分から総合テレビでお伝えします。2点タイムリーのライト前ヒット、4対3と一時逆転するタイムリーでした。あ、当てました。2アウトランナー1塁2塁です、ね、やはり厳しいところを狙っていきますからね。しかも先ほどタイムリーを打った豊田君ですからね。ここはスコアブックの中からまとめますと4人目のピッチャー日大三高吉田ですが、合わせて四死球が10個目になりました、はい、失礼しました。四死球の割には粘って抑えているという形ですけどね。3番のサンダ、この後が4番ホームランを放っているマルコです。大きなホームランでした。初戦からマスクをかぶり続けています鈴木。前の試合までは山崎がずっと投げ切りましたが、今日は4人のピッチャーをリードしている鈴木。今鈴木が視線を送った先は一塁側の日大三高小村監督のいるベンチです。山崎です。スリーアウト。エラーから始まった82回選抜準決勝の第一試合、接戦です。5対4、広島の広陵が1点リード。東京日大三高の8回の裏の攻撃に入ります。第2試合は沖縄の興南と岐阜の大垣日大です。5番の先発しました。その後4人のピッチャーで継投している日大三高、現在はファーストのポジションに入っている山崎は今日2安打。大阪八尾高校、大阪教育大学、大阪ガスでピッチャー、そして監督を務められました長野哲也さんの解説でお伝えしています。実況は小野塚康幸です。5番の山崎2安打。当たり損ない、面白い打球です。出てきて二宮セーフ。ノーアウトランナー一塁、8回の裏、山崎内野安打。
さあ同点になるランナーが一塁に出ました。山崎はこの内野安打です。自身3本目になります。今日のヒットになりました。うまく取った身のこなしも良かった二宮ですが、今の打球は難しかったですね。難しいですね。さあそして5番の、現在は6番のピッチャーの吉澤、送ります。バントは予測していました。送りバント成功。ワンアウトランナー二塁です。リズムのある攻撃、日大三高1点を追っています。しっかりとしたディフェンスでした。広陵広島タイムリーを放っている畔上へつなぎました。ここポイントですね。そうですね、このイニングはポイントですよね。大会を通じて長野さん、はい、試合前の大村監督の口から当たっているバッターの一人として名前が挙がりましたもんね、畔上は。そうですね、非常にミートがうまいですよね。同点になるチャンス。広陵有原投手も踏ん張りどころ。楽なイニングはそうはありません。そうですね、110球を超えています。3度出塁しています。タイムリーも打っています山崎。見極めます。フォアボール。ワンアウトランナー一塁二塁です。8番セカンドレミシ、セカンドチャンスピンチが行き交います。花が咲くような笑顔がマルコのホームランの時には飛びました。三塁側のダグアウト。ここは日大三高のチャンス。8番途中からセカンドの守りに入りました根岸。ワンアウトランナー一塁二塁で8回の裏、ここはしっかり狙っていく場面ですか。そうですね、ここはもうしっかりと狙って打っていきたいですよね。ただまだね、根岸君は、有原君のボールをたくさん見てないですからね、はい、そういう意味ではしっかりと自分の思っている球種をしっかり打っていきたいですね。今年の選抜は天候不順に見舞われています。2日間雨で順延、されたゲームもありました。25年ぶりのことです。バントに切り替えた、いいバント、送りバント完璧に決まりました。一塁はあーとそれた、ランナー帰ってくる、山崎が帰ってくる、帰ってきて同点5対5、同点、さらにワンアウトランナー二塁三塁のチャンス続きます。いいバントでした。ちょっと焦りました。そうですね、内野安打になるようないいバントで、その後少し悪送球が記録されるような守りになってしまいました。有原バントで崩しました、はい、さあ今度は同点に追いついた日大三高が逆転をするチャンスを迎えました。両チームともに何度となくこういう場面が訪れています。雨の中のゲーム、少し水分が見えているところもあります。さあ広陵にとって最も集中力が必要なところですね。そうですね、しかも今は地面もね濡れてますしね、送球にも気を使いながら非常に難しい展開になってますよね。日大三高は代打加藤、キャッチャーの鈴木のところで送ります。失礼、代打清水です。清水を使います。キャッチャーはあとベンチに入っているのは加藤です。もうそういう意味ではこれはもう最大の山場だというねご判断されてるんだと思いますけどね。トムの体勢、痛烈、とミットを弾いた、突き破った、6対5、もう1点。
7対5逆転日大三高、一気に来ました、畳みかけました。強烈な打球ですね。代打、この選手も役割を果たしました。今のも甘く入ったボールですけども、初球からねこれだけ、しっかりと強いスイングができるのも素晴らしいですね、はい、セーフティーバント、いいコース、うまい、うまい、セーフ、ギリギリのタイミング、わずかにファースト足が離れました。ワンアウトランナー一塁二塁、チャンスを続けます。長打、そして機動力、バントなど絡めてきます。分厚い攻撃を見せる日大三高、さあ冷静になりましょう。広陵としましてはちょっと今スピード、攻撃のスピードに押されている部分がありますかね。そうですね、落ち着いてプレー、あの下が悪いですからね、落ち着いたプレーをしたいと、はい、今ね、サードの徳田君もどっちかというとファウルになるかなと見ていた時間の分だけあと焦りましたよね。サードもそうですね、途中から二宮が入ってますけどね、はい、うまい選手なんですけどね、状況を知っているだけに早くアウトにしようという、状況が分かっているだけにあったかもしれません。3点を取りました。8回の裏、日大三高、まだ8回です。9回は4番の丸子から始まります。広陵雨が容赦なく降り続けます。センターへ返す、抜けていった、二塁ランナーが帰ってくる、三越はバックホームは、ずっと8点目、8対5つながります。日大三高このイニング5安打、はい、そうですね、やはり少しボールが高く甘く入ってくるとしっかりと捉えますよね。一気に4点を挙げました。今日も2桁安打の日大三高、12本です。上野投手、少しマウンドが踏ん張りにくくなっていますが、こういう時永野さんはどんな気持ちでマウンドに立ったもんですか。そうですね、こういう時はもう一つね、間を置いてと言いますかね、もっと冷静に冷静に一つずつアウトを取ろうという形でね、どうしても早くアウトを取りたい、きちっと投げないと打たれると思いますんでね、それよりは低く投げて一つずつアウトを取りたい、うん、少し投げ終わった後の表情なども一球一球出てきてしまっています。力のあるピッチャーです有原。まだまだ3点差です。広陵には打力があります、機動力もあります。
一つアウトを取るとね、だいぶあの気持ちも変わるんですけどね。そうですね、ツーアウトまで来ればあとアウト一つが見えてきます。あ、惜しい、フォアボール、ワンアウトランナー満塁。しかしこの辺りも冷静に日大三高は見極めます。上野投手も投球練習をしていますが、こういうケースというのはもうエースに託すべきですか。そうですね、もう思ったところにねボールがいかなくなっているケースではね、やはり、はい、交代というのも十分考えられるんですけどね、はい、まだ行きますね。そうですね、4番横尾、はい、広陵の守りとすると下が、濡れて、悪いですからね、一つずつアウトを取りたいですね。ダブルプレーも取れる体勢にいます、はい、これどうなんですか、バックホームの体勢にした方がいいんでしょうか。いや、もうここは、打球によって判断をするぐらいのね、ところに守っている方がいいと思いますね。今の形でいいですか。そうですね、ワン、ツー、8対5の3点差、9回までだとすると攻撃があと9回、1回、現在3点差。広陵の9回の攻撃は4番の丸子から、ワンエンドツー、ね、少し足元が気になるんですかね。雨が降り続きます。返しました、三塁ランナー帰ってくると、おっとちょっとボールを弾いた、もう一人帰ってきます、2点を加えました、10対55点差。いや、力のあるバッティングでした、はい、今のも少し高いボールですよね。しかし非常に鋭いスイングをしますよね。高め振り負けません。ここで中井監督は上野投手を送りました。雨の中ですからポケットに滑り止めのロジンを入れています。丹念に丹念に投げてきましたが、雨の中で投げにくさもあったかもしれません、はい、ちょっとミスも出たこともあったかもしれませんね。終盤に来てね、なんとか1点勝ってる状況で、いろんな条件の中で、はい、逆転を許したところでね、少し、精神的に、がっかりした部分はあったんでしょうけどもね、そこから踏ん張って、投げてましたけども、またね、ミスがあったり、向こうの甘い球をしっかり打たれたりですね、はい、なかなか自分のペースに戻りにくかったですね。このイニング6点を挙げました。日大三高が10対5、5対4から6点取って逆転しました。8回の裏の攻撃です。今の9点目と10点目を挙げたのは、横尾には打点は1です。2人目のランナーはレフトのエラーが伴いまして帰ってきたということになりました。二塁ランナーのホームインはレフトのエラーが絡んだという記録になります。横尾は1打点のタイムリーヒット。一塁ランナーが三塁へ進んでいるのも、二塁から三塁はエラーで進んだという記録になります。ワンアウトランナー一塁三塁、さあピッチャーを変えました中井監督。広陵、山崎から始まった攻撃でした。2巡目に入っています。ピッチャーの交代とともに雨が弱くなりました。抜けていきました、いいコース、11点目、
一塁ランナーも三塁へ。11対5いいコースを抜けていきました。ピッチャーとしてはね、打ち取ったような当たりなんですけどもね。山崎今日4安打です。難しいアウトコースのチェンジアップですよね。はい、うまくミートしていきますよね。今日はあの先発した山崎ですが、ファーストを今守っていますが、バッティングでは非常にいいところで、このイニングも山崎から始まりましたしね。そうですね、いいところでいいバッティングをしていますよね。8回の裏7点を挙げている日大三高。全く試合の前には予測もつかないような展開になっています。12点目、12対5、このイニング8点。8安打集中です。ボールです。はい、だうまくね、どちらかというとまっすぐ水平に振るというよりは上から叩きつけるようなね、バッティングをしましたね。このイニングはアウトが1つだけですから、今の吉澤はバントをしていましたので、このイニング出てきたバッターは全員出塁ということになりました。点差まで広げています。やはりこれだけ相手が打っているということが分かりますと、低く低くになりますよね。そうですね、特に今変化球を多く投げてるんですけどもね、はい、どうしてもストライクからボールの高さに投げてるんですね。はい、痛烈、打球が速い。二塁ランナー三塁ストップ、ワンアウトフルベースです。なかなかこう、先ほどの吉田のタイムリーは少しボールかなと思いましたが、はい、各バッターなんていうんですかね、荒くならずに打ってきますね。そうですね、本当に大振りをせずにセンター中心に強い当たりを打ってきますよね。しかもなかなか体の軸をね、ぶらさないで、はい、あまり強振せずにしっかりとスイングしていると思います。どんなにいいチームでも一つ何か流れが悪い方へ行きますと、アウト一つを取るのは大変になってしまうというのは甲子園であるケースですね。そうですね、広陵は大変力のあるチームです。参考も力があります。両方とも力があるだけに何かがずれると一気にこう比重が変わっていくケースがありますが、そのここまで典型かもしれません。そうですね、両チームの力はそんなに変わりません。痛烈、おっと、取った、うまく取った、あっと、また乱れてしまいました。1点加えて13点、そして2人目かえって14点。14対5。ね、
の今おっしゃったように本当に流れがこう変わっていくのは今でも非常にいいねプレーをしてですね、取るまで素晴らしかったですけどね、あそこからまあ下も少し滑ったかもしれませんが、ね、あの打球といいますかね、下に地面についたボールがもうあの濡れてなかなか投球が難しくなる、送球が難しくなるケースが多くて、なかなかね、そこでのミスが途中で入るためにこう流れがね一気にこう、変わったような形になってますけどもね、はい、川崎投手がマウンドへ上がります。こちらも秋の大会で4試合15イニング3分の2を投げまして 1.72 といういい成績を残しました。イニングを下回る14安打、イニングと同じだけ15三振を取っています。四死球が3つと非常に少ない、こういうケースですが甲子園初マウンドになりました川崎投手。雨の甲子園での夢の舞台、初めての登場になりました。有原投手がこんなに打たれたことはまず高校に入ってからないでしょう。上野投手もマウンドへ行きましたが、ゴロは打たせたんですが飛んだコースが良かったり打球が速かったりしてヒットになりました。いいボールは持っているピッチャーです。さあ今度は川崎投手の素晴らしい投球を見ることにしましょう。ワンアウトランナー満塁です。なお日大三高はこのイニング現在全員得点という記録をしています。代打清水出てきてヒットを放ちました。あの時もそうですがファーストストライクから打っていきました。そうですね、しかもあのファーストストライクからタイミングよく振れますよね。はい、この辺りが長野さんがご紹介してくださった小倉監督の理論であり、はい、その教えがしっかりしている部分なんでしょうね。そうでしょうね。この雨の中低め低めをついています川崎投手と。日大三高はベンチに入っているほとんど全員がこう戦力として活躍しますね。そうですね、もう変わった選手変わった選手が、同じような働きをしてますよね。はい、マルコ丁寧にこれで2つ目のアウト。このアウトは早く取れてれば、そうですね、まあ、取るつもりだったんでしょうが川崎投手が取りました。これはもうあの技術もそうですけれども、この雨の中、また甲子園というグラウンドでの緊張感も含めて、はい、いろんな条件が重なって、なかなかうまくいかないケースっていうのもあるでしょうね。小林は内野安打、セーフティーバントが得意です。また少し雨が強くなってきました。ツーアウトです。三振、いいボールでした。3アウト、日大三高見事な得点でした。2桁のイニング10点を挙げまして14対5と逆転です。8回の裏の攻撃に入る時点では5対4、1点リードしてました広陵高校ですが、8回の裏に10得点、イニング全員得点。
今日はディフェンスの方でいつもの広陵と違ってミスが出ました。有原投手もその素質は随所に見せましたが、今日は得点で抑えるという意味ではうまくいきませんでした。でも大会を通して素晴らしい成績をここまで残しています。キャッチャーに加藤が入っています。日大三高はベースコーチに出ている2人以外全員が出場しています。そういう意味では非常に層の厚いね、チームですよね。そうですね。野村と金島の2人がベースコーチとして出ています。4番の丸子、吉田投手の投球を見てみますとね、はい、かなりあのシュート気味にファースト方向に倒れながら行くんですが、あの軌道を生かしている感じがしますよね。そうですね。やはりあの野手もやってるだけ器用ですよね。スイング、ワンアウトです。4番の丸子ホームランも放ちましたが最後は三振。際どいところに、特に左バッターにはなかなか打ちにくい、倒れながらシュート気味に投げるストレートですよね。しかも腕をしっかり振って投げれるのが素晴らしいですね。ほぼ真ん中に近いところですが力があるんでしょうね。そうでしょうね。三越場君としてはなんとか、ミートして上に出たいですね、はい、いっぱいです。連続三振ツーアウト、大胆に投げます。6番フラマスク、4人のピッチャーをつないできました。中盤まで非常に苦しい展開でもありました。押されてゲームを展開してきたところもありました日大三高。8回の裏に10点を挙げました。ああ振ってしまいます。あの低め低めをキーにするピッチャー多いんですが、はい、この吉田投手は高めに威力があるといいますか。そうですね、バッター振りますね、はい、なかというと少し一塁倒れながら腕が低い位置から出てくりますからね。どちらかというと、うん、下からこう上に上がってくるように見えるんじゃないでしょうかね。あ、下から上に上がってくるように、はい、低いところからですね。よく見ました。ツーアウトになりましたがフォアボールで出塁。広陵はサードに途中から入っている二宮に代わって山内を起用します。山内くん、バッターは山内くん。
一塁ランナーは代走の岡本です。ファーストランナー倉橋君に代わりまして岡本君、ファーストランナーは岡本君、バッターは山内君。広陵も多くの選手が試合に参加します。打順の変更などもありまして各試合のベストメンバーを組んできます。それだけレベルの高い選手たちが揃っているチームでもあります。ただ試合というのは流れがあってこうしたことになるケースもある。ここまでの展開です。うまく打った、落ちます。代打でヒット、山内出塁です。甲子園でヒットを放ちました。ツーアウトランナー一塁二塁です。8番のピッチャー川崎の打順に回るところです。川崎君に代わりまして鳴橋君、鳴橋が代打で送られます。ベンチ15人目の出場選手です。5番は倒れた後2人のランナーが出塁しました。先発してファーストに回った山崎はよくピッチャーに声をかけます。熊坂、吉永、そして吉澤とマウンドに上がっています。ツースリーじっくり行く姿勢は9回も変わってないですね。そうですね、集中力を持ってまだまだ攻めてますよね。広陵の打線もここまで8安打、ホームランも1本飛び出しています。フォアボール、ツーアウト満塁です。少し雨の影響は出たんですかね。広陵も苦しみましたがやはりこの守りも日大三高にとっても同じ条件ですよね。そうですよね。こういうケースに日大三高の8回の裏は実に集中して攻撃、地に足のついた攻撃を見せました。代打江口を起用します。広陵バッターは江口君。今年は土を入れ替えた影響で三塁側の方から土を入れ替えましたので三塁側の方の根の土が乾いている分今濡れていないところがある状況に見えました。一塁側からファールグラウンドの方にかけましては新しい土でまだ少し湿っている部分があって天候の回復がありませんので少し濡れたような状況になっているのがこの甲子園です。好天が続けば全部同じような均一のコンディションになるそうです。一塁ランナーには代走で上田が起用されました。多くの選手が出ている、あとは奥本選手がダグアウトにいます。大きな得点差になっていますがまず一人一人が自分自分のやることをきっちりですね。そうですね。ああ広陵です。ああよく見ますね、打ちたいという気持ちがね多いとあの辺のボールは手が出るんですけどね、はい、しっかりと見逃してますよね。
ワンスリー。さあトップに回れば当たっている福田、キャプテンの福田へと帰ってきます。広陵点差以上の緊張感が漂います。雨の中押し出しのフォアボール。9回の表1点を返します。14対6、なお満塁。1番セカンド福田君。日大三高はあまり楽な気持ちではないですよね。そうですね、やはりいいグラウンドの状況、この雨の状況も一緒ですからね。鋭いスイングを見せます福田。全力プレーです。キャプテン福田、面白い打球です。さあファーストは福田、足が速い、それた、一人返って二人目が帰ってきています。2点を返しました。14対8です。ツーアウトランナー一塁三塁。さあ広陵も8回の裏の守りは苦しみました。ツーアウトランナー一塁三塁。しっかり見ます。決してボールを打ちません。そうですね、2番でこの後3番ホームランを打っている丸子、ヒットを打っている三越は中軸へつながります。見ます、ノースリーです。ね、ピッチャーとしてもね、なんとかね低めにストライクを投げたいというね思いは見えるんですけどもね。9回の表広陵が3点を返しました。フォアボール、再び2アウトで満塁です。さあクリーンナップです。14対8、6点リードしている日大三高。キャプテンの大塚が小倉監督の指示を伝えます。あとアウト1つで38年ぶり選抜決勝進出ということになりますが、広陵が冷静に攻めます。雨が少し弱くなりました。2アウトランナーなしから長野さん攻めてるんですね。そうですね、積極性。いっぱい4番のホームランを放っている丸子まで回るか。この三打がつなぐとちょっとあれですね。そうですね、まだまだ攻めていけるような形になりますよね。あーっと三塁ランナーホームへ向かう。14対9、ランナー二塁三塁ツーアウト。4点取って5点差まで来ました。9回表ツーアウトランナーなしから、8回の裏広陵の守りも日大三高の攻撃を止めるのに苦労しました。そういえば去年夏の中京大中京と新潟日本文理の試合も最後の最後まで行きましたね。そうですね、
広陵にとってはこの3打のつなぎ、三振、試合終了、14対9、東京日大三高38年ぶり決勝へ。雨の中で最後まで諦めなかった広陵のプレーも含めて大きな拍手が起こりました。ご覧のように14対9で雨の中で見つめた熱心な観衆の皆さん、高校野球をよく知っている方が多い第三高校の栄誉を称え、同校の校歌を斉唱して、ミスが出やすい状況の中でミスも出ましたが、最後まで諦めずに戦い抜きました。